2割3分というブランドの、まあ、次が社長できていらっしゃると。ダサい磨きその先へということでですね、これは実は純米大吟醸でもないんですけどね。ただまあ、本当はね、山田錦だけしか使って、山田錦と水だけですから純米ですし、から大吟醸作りしてますからなんですけど、これ精米歩合のところがね、どこまでいけるかわからないんで、その時その時でいけるところまでいってるんですね。でそうすると精米歩合特定できなくなっちゃう。だからそうすると精米歩合が特定できないと純米大吟醸という表示法上できないんですよ。呼べなくなると。でそうすると例えばじゃあ無理だから21%で止めようとか20%で止めようとかってありますよね。でだけどそれをやってるとね、限界まで挑戦ということできなくなっちゃうんで、純米大吟醸って表示なんか外してしまえと。外してしまえと。獺祭にとって大事なのは、それこう純米大吟醸だからとかそういうことじゃなしじゃに、なくて。獺祭であるということが大事なわけですよね。ほう。獺祭ということに対して私らは品質を担保してるわけですよ。責任持ってるわけですね。獺祭というブランドに対して責任を持っている。純米大吟醸ですから美味しいんですよということは私らは言います。ないと。獺祭という名前でこの酒蔵のものを出たから美味しいお酒ですよと言えるね。なるほど。じゃあ純米大吟醸というラベルを外してしまえと。そういうことですね。でまあ、それと同時にやっぱり将来というかもうここから先の伸びしろを考えた時に、やっぱり麹の作り方、それから麹の配合、やっぱりこの辺がまだまだ可能性としてあると思ってますんで、その辺をかなりいじってます。なるほど。でだからまあもしかするともっといじるのかもしれないけども、今現状は、そのぐらいのところで、あんまりこうそこは詳しいところでご説明できないんですけど。その先はやっぱりプライスラインで言うと2割3分よりもさらに高いところで、どれくらいで取引されるものなんですか？私どもというか小売価格で3万2400円、一消生費瓶、税、いや4合瓶、4合瓶で。一升瓶ありませんから。4合瓶で3万2400円。すごい、こうまさにブランドですね。そうですね。これがだから海外に行っちゃうと、やっぱり例えばフランスなんかだったら3.8倍ぐらいになっちゃうし、なるほアメリど。カでも2倍ぐらいになりますからね。じゃあまさにフランスやそのイタリアとかの高級ワインの日本版のようなプライスラインで海外で戦ってるわけですね。10万円級で。10万円級でと。なるほど。ちなみにその2割3分は4合瓶でいくら？4合瓶で大体日本国内がまあ5000円から消費税で、海外に行くとまあ大体だからアメリカが倍、それからフランスでまあ3.8倍ぐらいですが、全然まあ位が違うんですね、その先違いますで。なるね。ほど。それはやっぱり海外行ってみたら分かるのはね、高いのを持ってないとね、ダメなんですよ。評価されないんですよ、彼らから見た時にね。だからいやこれはこう美味しいでしょう、でだけどこの値段はこんなに安いんですよ、だからお値打ちですよっていくら言ってもね、海外の人はね、評価しそれはお前自信がないからこれつけてないんだろうという、ない。なるほど。評価低くなるんですよね。なるほど。やっぱりちゃんとしたそれならそれで評価いただける金額をいただこいただこうと。フランスとかでは10万円近くするような、10万以上するような、その先が。レストランで飲むのはやっぱりね、30万とかそこらぐらいになっちゃいますよ。本当に高級ワイン以上というか、並というかそうでですすね。ね。だからペトロスとか私ら考えた時に本当、例えばムートンとかね、ああいったものと同じ五大社頭と同じラインで行こうと思いましたから。そういう海外で評価を受けているような日本酒、あるいは値段をつけているような日本酒っていうのがここにあるんでしょうか、現時点で。ないですね。ないですね。それは社長はどこからそういうヒントとか発想とかチャレンジ精神を得たものなんですか？海外のムートンやそのフランス五大シャトーに肩を並べるような獺祭を出そう、作ろうと。
だってワインとかシャンパンとか目の前でやってるわけですから、同じことやってるわけですから、はいね、はい、で彼らにできるんだったら私らにもできるでしょう。そうですね、ね、この日本酒のブランドでは獺祭さんが先に着手されたかもしれませんけど、これから他のいろんな業界でも起きうる話なんでしょうね。だと思います、はいはい、だからあの、ま、特にあの海外に関してはね、はい、やっぱりね異文化の地域に入って、国に入っていくわけですから、はい、そんなに一筋縄でうまくいかないんですよ、うん、だからいろんな実験とか失敗繰り返さなくちゃいけないんで、そのためにも実はね、はい、やっぱある程度売り上げは必要だと、うん、取っていかないと、利益しっかり取っていかないと、利益し、そう、取っていかないと次のチャレンジができないんですね、うん、だからあのこれは日本酒だけに限らず何でもですけど、うんうん、やっぱりそれは取っていくべきだと思います ね、 そうですね、高付加価値のものを作り、それの高い値段をつけて、はい、でしっかり利益を取っていかないと次のチャレンジは打てないと。そう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 。結局例えばさっきのそのまあ当時に逃げられちゃって作った時の話とか、はい、だから2割3分をその最初作った時、まあ同業他社に評価が低かったとかね、うん、でも全部ひっくるめてですね、はい、やっぱりそういうものが獺祭のブランドを作ってきてると思うんですね、はい、お客さんから見た時にそんな中を見、そんなあの流れの中で獺祭は本質的には何を考えているか、はい、何を信じているかというのは、はい、お客さんから見たら丸裸になってるんだろうと思うんですよ、はあ、だからこそね、はい、安全なところを取ってね、はい、であの、まあ、このままでいったらもうなんとか収益も上がるしちょうどいいじゃないかみたいな感じでやってたり、はい、だから金もこれだけ利益だけは出るからこのやり方でいいよみたいな形でやってたりすると、はい、お客さんから見えると思うんですよ、ね、なるほど。で今のように私らみたいに一本で走っていく、それからある意味で言うと出る杭は打たれるというよりも本当にどん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 打たれるように頭を突き出していくというやり方ってすごくリスクが大きいわけですね、うん、だけどそれも一つの獺祭のブランドの形なんですね、はい、だからその意味でやっぱり向こう傷を受けるようなあのやり方というか会社でないと獺祭は出来上がっていかないと思います、はい、なるほど。安全十分、安全ばっかりの会社ではね、安全運転ばかりの会社じゃここはできないと思ってますね。ブランドはできないと、できないと思ってます。血が流れないとブランドはできない。そうです、そうです、うーん、痩せ我慢も必要だと。そうですね。例えばそうですね、あの東日本大震災の後、はい、あのうち売上の 1% 義援金であのご寄付させて、それはもう本当やっぱあの悲惨なあの状況を見たら、はい、あのもう本当心底そう思ったんですが、はい、あの時 1% って言っちゃったと、言っちゃったと言っちゃったといや、だってその、うん、どうなるか分かんないでしょ、あのあと売上落ちるかもしれないので、はい、そうすると大体普通売上の 1% って結構純利益の大体ほとんどだったりしたりして危ないとこですよね、うんうん、いややばいこと言っちゃったかなと思って。なるほど。だけどやっぱりそれはやろうと思ってやったんですけど、で今もやっぱりあの例えばやっぱそれだけ の就学支援といろんな形にさせていただいて、そんなの結構金額的にはうーんと思うんだけど、それはやっぱりそういうもんじゃない、お金だけじゃないものがやっぱりあると思ってますよね。痩せ我慢しながらでも血を流しながらでも突き進まないと、そうでやるべきことはやる、それから社会に対してお返しできるものがあればお返ししていくという、うん、でそれは社員にはね、はい、だからあのそれを企画した時は、はい、で決めた時は、はい、やっぱ社員に一応あのお願いして、はい、本当はお客様にもある意味であのメールマガジンなんかで、はい、あの周知してね、で実はその売上の中からこれだけ、あのそちらに義援金出させていただきますと、うん、それは本来もしかすると社員の給料になったり、うん、から設備投資になったりして、うん、もしかしてそれによってお客様に返っていく、うん、品質として返っていくべきものかもしれませんけど、うん、まあその中で 1% だけちょっとだけ譲ってくださいということでお願いしてやってます。